こんにちは、星徹子チャンネルです。今日は和歌山県みなべにある鶴の湯へ出発。じゃあここのみなべに行っております。みなべ町梅振興課、ここの中で展示資料とか見ましょうか。散ったからやめてな。早く散るから短くしたようなこと書いてある。梅のところ来たらさ、梅干し食べたくなったり、梅酒飲みたくなったりせえへん。梅ジュースね。あんたは梅ジュース、今年はなんか早く花が散ってるみたいな。こんな感じだね。ほんまこういう感じでこの辺は見えるんか。ようできたこれ。そうやな。だってみなべの向こう側は海やもんな、もうすぐな。ええやで。あっちの方がみなべ梅林のやってるところなんやろな。あれかな、あの上の方、この下のところももう散ってしまった言ってたもんな。2月の初めぐらいかな、来なあかんな。2月の最初やな。梅振興館にはこの梅レシピなんかいろいろね、こういう風にジャムの作り方とかこういう資料とかもあります、なんか買い物できるところ、お土産とか梅干しいっぱい売ってたな。まあ、梅干しはまあ家にもあるから、このアジひじきカリカリ梅入り、これを買いました、でなんかこういうとこ来たらなぜか梅を飲みたくなったりするんで、これ朝日やって、朝日にこういう和歌山県産とか、和歌山県産書いてる、あほんまや、ここに和歌山県産100梅。100梅ってどういうこと？ 100%？ 100年以上ということ、100年続く物語やって。あそれだけか。あ美味しい。これなんで普通に売ってへんねやろ。この辺には売ってんのかな。すっごい美味しいで。甘いわ。あ美味しい。梅の味するわ。和歌山県南高梅は1902年に発見された高田梅が発祥。大粒な果肉ならではの芳香な芳醇な甘みが特徴。2024年に140周年を迎えた三ツ矢と南高梅の絶妙な美味しさをお楽しみくださいって。さあもうなんか今年は天気がいいのか、あったかいからか梅も早く散ってしまったみたいやし、こっからなんか歩いたら30分ぐらいかかるって言ってたな。今温泉行こうか。もう温泉に行こうか。車旅クラブ施設やな。はい、ではバック、今から鶴の湯に行きます。サイド引っ張ってるよ父ちゃん。またずっと梅林なんやな。青色のネットとかも置いてんね。この後に実がなってそれが落ちるやつを拾うネットなんやろな。鶴の湯に着きました。一旦もう後ろつけようか、な一個開けといて、坂やったらもうやめな。いつもここやった。いつもここやけど、いつもそのあたりこと気にしなかったもん。最近ちょっとレベル上がってるの。上がってないよ、どんなとこでも寝るんやん。到着。はい、訪ねてみませんか、熊瀬川現在地。1キロの散歩コースってそんなにやね。みなべ町って海辺もあって山もあって至る所に梅の花がポン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 描いてるのな。ちょっと早く着いたんですが、受付できるのか聞いてみます。今日はちょっとしくったな、ジャックリーさん忘れてきた、うかつや。あったかかったのや。ジャックリーで電気毛布使わんでもいけるぐらいあったかいかどうかや。もう後ろのケースから取るもんない。ゴミ袋、それはケースバイケースや。置いていって。はい、お父ちゃん、フルーツオーレ。は
はい、はい、乾杯。はい、乾杯。吹いてきたで、キッチンタイマーおっさん。12分開始。車今日あったかいより暑いな、うん、骨付きの炙りの鶏でフルーツオーレ飲むのってどうだ、美味しいの？美味しいよ。いや、私はやっぱりこれにはビールやわ。マッペルはビールなんか飲んで欲しいよ。いいやんか、別にどこも運転するわけじゃないもん。運転するのはお父ちゃんが焦げた匂いしたって言ってたけど、うん、大丈夫？焦げてる、焦げてる、うん、けどあのへばりつくほどのお焦げができるぐらいの感じ、ほら、ええ感じちゃう。でも入れたら、この間ちょっと詰めすぎたから軽くいくわ、うん、わっと、うん、味塩どうぞ、うん、いい感じにいけましたか。わあ、いい匂いする、この木の。ちょっと待って、さっき食べてみようよ、うん、これ韓国海苔買って。塩辛いの？うん、そんなことない。うん、もっと作った方があったからじゃん。美味しいな、もう一個欲しいわ。美味しい。いや、これぐらいやな。この間、詰め詰めすぎた。美味しい。入浴は11時、朝風呂は6時半。お酒は何時までやろな。あ、でもお風呂入る間はいけるんかな。で、こっちから温泉館で日帰り入浴の棟になります。じゃあまたお父ちゃん出たりしたら向こう側におって。僕はあのテレビの前な。うん、そうそう。今回はお好み焼き、ちょっと値引きシール貼ってますが、うん、2人前。中身何入ってんやろ。だいぶ前に1回買ったけど全然記憶がない、うん、今回は念のためにマヨネーズとかソースとかも持ってきてんけど、マヨネーズとかソース入ってんのかな。これ2人前って書いてる。ここはこれ1人分だ、うん、前これは何、これあれだしやで、これが紅生姜2つあるの？こっち青のりもこっち、これ後で、あれ後でないかな、うんうんうん、でこれもソースもある。あ、ソースもあった、うん、結局は一個一個かき混ぜて掘り込んでまたかき混ぜて、はいはいはい、こんな感じやな、うん、何これ卵何個入れんの？ベーコンみたいな豚やな。卵1個かな。1個やろ。卵を入れて加えて混ぜて焼くだけとかだ。お家にある、あ、卵1食の次1個ご用意くださいって、うん、卵やね、うん、卵ごめん持ってくる時に割れて、うん、割れちゃった。あ、かろうじて結構ザク切りやな、これも。そうやな、なあ、うん、お好みであんまりみじん切りじゃないよね。あ、そうそうそう、やっぱりキャベツの食感もいるんちゃう。モダンにしようかなと思ったから、うん、これ中華そば半分だけ、半分だけ、うん、でその上にもう種入れていて、うん、勝手にそばはパリパリになるから。おそばの上に置いてやるの？結構ちっちゃい。この豚肉ちょっと、うん、その豚肉も使うけど、それちょっとちっちゃいなと思ったから豚肉買ってきた、まあ、一応ある豚肉、それ2枚ついてると思うで。でも足らんからこの豚も入れて、ポツポツひっくり返しますか。うん、うん、うん、はいはいはい。今回ね、お父ちゃんに作ってほしいなと思ったんは生春巻き、うん、でこういうのがスーパーに売ってて、うん、でこれは一旦水で戻さなあかんねんけど、戻すっていうか浸すっていうか、うん、多分火使わへんから車中泊とかにもいいと思うねんけど、めんどくさいかもしれんけど、お父ちゃんちょっと頑張ってみて。めんどくさい言わんといてよ、うん、まずこれあげて、こっち置いたいか、うん、広げてね。広がらんわ。丸にしな話にならへんねん、このお料理は。お父ちゃんがやりやすいようにちっちゃめ買ってきてんねんから。エビからいきましょう、うん、このちょうどね、一番この膨らんでるところにエビ4つ広げましたか、はい、水菜は、はい、まあまあ置きましょう、まあサラダと思ってもらったらいいかな、うんうん、次に人参をこうパーッとこうまとめんと広げて、きゅうりをで、こっちからクリッと巻ける。お父ちゃんにはちょっとハードル高いものを言ってしまったかな。グリッとグリッグリッグリッ、ほんならな、海苔みたいにくっつくね。これぐらいでな、うん、うん、
エビ出てきてるけど。完成？完成。完成。生姜入れ忘れたけど。生姜入れ忘れた。これがまあお父ちゃんやな。うん、お父ちゃん自己満、うん。自分が作ってんでこれ。な。ご飯も作った、おにぎりも作った、うん、お好み焼きも作った、うん、でその周りに揚げも焼いた、生春巻きも作った。めっちゃ豪華やん。今後食べよう。やればできるお父ちゃん。ではいただきます。一口サイズ、うん。お好み焼きは間違いなく美味しいわ。美味しいなこれな。これはまあお父ちゃん巻いただけやけど初めてやろう。これ頑張ればあと巻き寿司できるのじゃ。では今から2度目のお風呂行きます。いや本日2回目のお風呂上がり、まったりタイム入り放題だな。もう今日これダメだ。まだ行く？もう行かんやろ。もうでもこれ10時半か11時までやろ。もう10時やもん。もうええやろ。あそうだ。明日また朝風呂入ろう。あ入り放題はいいよ な温泉好きにとってはな。乾杯はええの？まったりタイムに乾杯。1合食べれるやん。1合量多いからええなこれな。半額な、うん、なんぼな美味しいでもあの量少ないのでかいイチゴ俺いらんわ。あんま好かんわ。でかいイチゴ美味しいで。美味しいけどな。お父ちゃんは、うん、高いイチゴを、うん、それ高いからと思って味わって食べるっていうことができへんねやろ、うん、いらん。まったこのさイチゴのさ味わいをわからんと練乳ぶっかけすんねやろ、うんうん、はあ、絶対練乳買おうね。いつもいっぱい入ってる。あ、この後ろフォークちゃう。あ、ほんまやほんまや。フォーク食べるかもしれんから別に私はいいよ、うん、明日の朝ごはんはここで頼んでな。うん、頼んだ。1100円だったっけ。うん、今日はいっぱい時間かもしれないな。いっぱいいてはったよなあ。流行ってんだ。流行ってる。違うところで聞いてここがいいって聞いたから来ましたって言ってる人いてたもん、うん、この辺で何回も泊まってるんですけどって言ってる人おったで。ちょっと酔っ払いのおばちゃんやったから多分な夕方分な違う人と同じような話してて、うん、隣に私おったこと気づいてたんで。だからさっき言ってあげて、うん、あの阪南市の方ですね。あ朝6時半から来てたな、うん、早めにお風呂入るとか、うん、内風呂気持ちいいで内風呂もなかなか、まあ、うん、露天がええからもう内風呂行く気にならへんねん。そう、俺今内風呂行ってきたらええわ。だからあのゆっくりできる。おっさんの咳払いが聞こえへんかってな。内風呂行く人少ないからじゃん、みんな露天行くから、うん、ええ感じや内風呂。あそう、うん、なんでこういう建て方してんやろな、うん、あれなんかうまいことやった内風呂と露天とできたやろ。ここ何回来てる？4回で覚えてる、うん、困った時の鶴の湯やな、うん、車中泊行くの決まってて雨降ってるっていうのがもう分かってる、うんうん、どうするって言った時にここはさあそこにテレビが見れるあの部屋があるからさ、うん、あっこに逃げれるやん。逃げれるな、ゆっくりできるし。ここへは桜も綺麗かったんだけど。綺麗かったな、うん、前回来たんが数年前やけどあれは桜の時期やったな。ライトアップしてたで、あの時は電気ついてた、うん、桜の時綺麗かったはず、うん、思てるわ。梅も綺麗なんやろな、うん、本場の梅の時に来たいな。でも梅は人気ありすぎて混雑したりめちゃめちゃな。あそうか、うん、桜ぐらい見たくて。桜ぐらいでええんちゃう。のんびりするのはいつもここやな、うん、本当にまあどこでものんびりしてんねんけど、うん、ここは、まあ、特に安いな。安いな。1000円。正々税金入れて1100円。正々堂々と車中泊できるし、うん、風呂入り放題やし、うん、風呂入り放題はあれ1200円は払ってんで。うん、もうそうす、つらいことない、うん、今日の範囲はおかき系を買ってけえかと思ったやな。なんで買ったやん。チーズの、うん、チーズのおかき買ったやん。 あれだけ。範囲って何よ。夜のまったりタイムのネタ不足やな。もういい、買ってきたって文句言うし、こんなチョイス用するわって言うし。あ、クッキー系買ってへんのじゃ。買ってるよ、これはそうや。それチョコレートちゃう。じゃあフィンガーチョコや。クッキーや。フィンガーってどういうこと？え？指？ちゃう、そうだな。じゃあフィンガーファイブから来てんの？わからん。書いてないわ。え？フィンガーファイブって何？指？うん、知らんねん。5本って指かな。関係ないな。リンリンリリンリンリンリリンリンって。あ、ほんだフィンガーファイブも指な、うん、適当に運言ったな。一周火事え、うん、なんてやまない。テントウムシの歌知ってる？
あなたと私は夢の国。何？僕らは真夏の星なんだ。あの兄弟の漫画、うん、一周カジさん、お姉さん綺麗やでな。確か一番下のおもらしする女の子がコブに犬連れとった。そこまで知らんわ。おもらしする女の子って何？そんな子おった？一番失礼の女の子が。そうだっけ、そこまで覚えてないわ。やんちゃったやんちゃ。あんまりなんか記憶にない。すぐなんか終わったかの。そう、歌まで覚えてるわ、うん、明日どこ行こう？海見に行こうか。海近いんちゃうの？これ和歌山から。みなびは海もあるで。あんねやろ、うん、海って何しょ。海見んね、海。白浜、ちょっと言ったら白浜やけど、白浜の海は行ってもこの辺の海って行かへんもんな、うん、俺ら、うん、まだ漁港とかあんのかな。いやなんない。白浜に取られてるからどうやろ。どんな感じで映ってるやん。感じで映ってんのかな。知らん、一回見たら確認。こう確認できるやん。じゃあ動画でどうなってるか。あた首横になってんだよ。まっすぐし、うん、一緒やんか。ここにおったって首こんなになってんねんから、うん、そこにおったって首こんなになってんねんから一緒ちゃうん。座る位置変えてくれ言うけど一緒や。ほら見てみ、壁にへばりついてるやん。 こっちやった。俺もこの辺におるし。いや、なんでこうなるからあっち行けってよう言うやん。あんたこっちにおるとき、私がこうなったら向こうに体が寄るやん、倒れるやん、うん、こっち向いたら足は向こう行くけど体はこっちに来るやん、うん、重心が、うん、だから狭くなるね、二人は。よう分からん。うわ、赤、熱い。このあんか熱、今日暑いわ。なるほど、まや、あっち熱。なにこれ、なんで。もうあっちやっといて、私またお父ちゃんの子供、やけどするわ。あんかでやけどするやん。私もう2回もやけどしてんねんで、あんたのせいやんか。これほんまなんで今日こんな暑いの。知らんよ。眠気炸裂してきた。お父ちゃんはいつも眠気炸裂やん。今日もずっと寝とったよ横で。もうええんちゃう。うん、消してくれ、消してくれ。無理、届かない。手伸ばせ、手。無理、無理や。可愛くない。重心後ろにいってる。全然可愛くない。おはようございます。今日も一日元気で参りましょう。和歌山県鶴の湯温泉の朝はこんな感じです。現在朝6時半です。6時半から朝風呂やってらっしゃいますので今から行ってきます。今回で鶴の湯温泉は4回目なんですが、4回とも雨の日です。ここの温泉はゆっくりできるので雨の日に来る率が高いです。それでは今からお風呂に行きます。ここ2階だけやねんな。部屋10部屋か11部屋だけやねんな。割とこじんまりしたお宿です。宿泊館から温泉館、温泉棟の方に入っていきます。よいしょ。今日帰り入浴してないから。ここの温泉は、露天風呂と内風呂とが分かれてるので、一旦洋服に着替えてから露天風呂に行ったり内風呂に行ったりとなります。日帰り入浴は11時から20時までな。じゃあね、お父ちゃん。ああ、宇治風呂も良かった。宇治風呂景色、この山の景色か。ああ、そうやね。大画面や。うん。みんなさ、露天風呂行くから宇治風呂来る人少ないね。そうやな。みんなもうまっすぐ露天風呂行くから。私も入って出るまで一人やったかな。そしたら今からご飯食べに行くね。朝食です。ただ前よりはお値段上がったね。前750円やった。3年前ぐらいかな。前は茶がゆかご飯かって言って選択やったけど、メニュー変わったな。まあまあ8割ぐらい、
それ誰？俺？私。これ私。これで食ったらこれで。今こっちで食べたいの。それではいただきます。この辺の。みなべ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 。みなこれ梅干し売ってた。これかな。うまいな。まずこれだけで。めっちゃ美味しい。これじゃろ。せーの。うまいやん。ご飯美味しい。どうやって食べたらこんな美味しいなんだろう。お米のさ。なんかいっぱい炊くからかな。それも見えるじゃん。湧いてる？湧いてないよ、まだ湧いてた。そう、野菜、まだ湯手に入っててもう欲自分ではね、まあ、食べるわ。それって生野菜やで、ね、やろ生野菜ってことなんでそれを持てて食べなくなるの。美味しそうやった。もっともっと湧いてもないで。どう？いつの子だ、そんなの。からです。え、もらってきて。俺は売ってもらえるのね。行ってくるわ、うん、お願いします。持ってきてくれはんの。3倍分だよ、驚いたから。驚きの3倍分。なんぼだよ、そんな食いすぎ注意報発令や。大食い選手が若いもん食うよ、ね、若いもいろいろあるな、ね、マグロじゃの、梅干しじゃの、有田みかんじゃの、温泉もあるし、うらやましい、奈良、柿の寿司しかないからな。奈良漬けあるで。奈良漬け嫌いやけど。奈良漬け私も嫌い。あの奈良の茨城牛だからな。そうやな。観光大使になられん。観光大使になる気な。なその顔で観光大使なれんの。見えな。まあでも奈良らしい顔してると思うで、もっちゃりしてるし。ごちそうさまでした。ご飯3杯。ありがとうございました。5700円。また今遊んでる。これかな、今日。美味しかったです。これちゃうか。鶴の湯温泉さん、ありがとうございました。雨の日で車中泊したいと思ったら鶴の湯温泉。私ら県やからな、身の置き場所がないんよな、雨降られると。ここは温泉から出たところにちょっと休憩室があって、和室もあって、テレビがあって、そこでゆっくりできるもん な。昨日も GoPro とかもないやん。でパソコンとかでも編集要せへんから、携帯で動画撮って携帯で編集して、で携帯でアップしてやから、昨日お風呂から上がって休憩してる時に編集作業とかしてたけど、ここはそういう意味でもゆっくりできるからな。ただここは RV パークじゃないから電源とかもないし、でゴミ捨てできないし流しもないから、まあそういう面もあるんやけど、でも1泊1100円はな、お風呂入り放題で1人1200円、3500円で、まあ、1泊でお風呂入り放題でできるけど、私らはここで朝ごはんも食べて朝ちょっとゆっくりしたいから朝ごはんが1100円でした。美味しいな、梅干し。美味しかったな。梅干しで私ほぼ1膳食べれたで。ご飯あの梅干しうまいな。なあ、買わんかったけど、あの小鉢とかいっぱいで美味しかった。それではお父ちゃん、ちょっと待って、だから日本一周してある人とかな、和歌山旅行行ってある人な、ここええんちゃう、あの雨降ったらコース変更してここにしたらええんちゃう、観光地行っても車内やんか、ここでゆっくりできる、ゆっくりできるやん、大雨で。それではお父ちゃん、自宅に着くまで安全運転でよろしくお願いします。はーい。